はい、どうも、カッパ院長です。じゃあね、今度もまあ中国に関係する話なんですけども、この日本の潜水艦のこのある機密情報がね、中国に漏れちゃいました。これ漏れたって一応書かれてますけど、ね、僕は違うと思います。ね、盗まれたっていうよりも、ね、これ流したやつがいると思うんですよね。で、まあ中国に渡ってしまったと。日本のね、日本のだって潜水艦、機密情報なんつったらもう、機密情報の中でも超最優先で何が何でもこの外に漏らしてはいけない、厳重に管理徹底されなければならない、ね、機密情報の中でも、ね、最も、ね、固く、ね、守り通さなきゃならないものじゃないの、これは。なんでそんなもんを、ね、この流してんですかね。で、これなぜか事件化できなかったらしいんですけども、でその原因がね、スパイ防止法がなかったから。まあなんか公安の方がね解説してくれてるらしいんで、まあもうこれね、この媚び中内閣を筆頭にね、もう媚び中勢が多すぎるんで、でそいつらがねこのスパイ防止法に反対してるわけでしょ。だからもう相変わらずこのね中国にね何かしら日本の何かをこのね、横流しして私腹を肥やしてるとんでもねえやつが、ね、普通にそこら中にいるわけですよね。で日本の公安警察はアメリカの CIA や FBI のように華々しくドラマや映画に登場することもなく、その諜報活動は一般にはほぼ知られていない。警視庁入庁以後、公安旗を十数年歩き、数年前退職、9月に、まあ、本を出版した勝丸さんっていう人が、まあ、日本の潜水艦に関する機密情報を狙ってた中国大使館のある武漢について、お話をしていると。で、ロシアのウクライナ侵攻が続く中、中国の台湾侵攻も現実味を帯びてきたと言われる。実際23日来日したバイデン大統領も記者会見で、中国が台湾に侵攻したら軍事介入するのが我々の責務だと語っている。中国が台湾を本気で武力で統一するつもりだと言われ始めたのは2005年に成立した反国家分裂法の影響が大きい。この法律は中国の主権及び領土の分割は許されず、平和的統一の可能性が失われたときは非平和的手段を取らなければならないという内容で、台湾への武力行使を正当化したもので、薬事法違反が発端だったらしいんですけども、で2005年駐日中国大使館の武官が海上自衛隊の海将補から日本の潜水艦機密情報を入手していた疑いが発覚したと。で、事件の発端はある薬事法違反事件だったと。で警視庁の生活安全部が貿易会社の社長と健康食品を扱う中国人女性を薬事法違反で逮捕した。で厚生労働省の許可を得ず健康食品を販売していたから。で捜査員が中国人女性の自宅を家宅捜索したところ、意外なものが見つかった。海上自衛隊の海将補に関する資料が大量に出てきた。捜査を進めると、逮捕した中国人女性の夫は中日、中国大使館に勤務する武官であることが判明。武官は怪しい動きをしていることが判明。もっともこの事件はある意味異例な形で公安部に情報が伝えられた。もともと生活安全部は刑事部同様公安部が大嫌い。公安は事件を未然に防ぐのが仕事ですが、刑事部や生活安全部から見れば逮捕事案が少ないので結果を出していない、仕事をしていないように見える、だから嫌われる、スパイ事件と分かっていても公安に何も知らせないことはよくある。ところが当時の生活安全部長は公安出身だったので、薬事法違反の捜査を一旦打ち切って公安部外事二課に情報を提供していたと。で、武漢は薬事法違反事件の数年前、知人を介し当時現役だった海将補と知り合っていた。で武漢が狙っていたのは何かというと、当時、中国は台湾侵攻や東シナ海進出のため海軍の強化を図っていた。中国はロシアから中古の潜水艦を購入していましたが、スクリュー音が大きかった。そこで日本の音の小さいスクリューの技術を欲しがっていた。捜査の結果、武漢は十数回にわたり海将補と接触していたことが判明。武漢は海将補を都内にある高級中華レストランで接待していたことも確認。海将補は潜水艦に乗務する部下からスクリュー音を小さくする技術と潜水艦のハッチに使われている防水ラバーに関する情報を、わざわざ聞いていたようだったと。ね、こうやってね。
流すやつがいるんだよね。で、最も公安部の捜査が自身に迫っていることも知った武漢は中国に帰国。一方、公安部外事二課はすでに退官していた海将補を任意で事情聴取した。で、元海将補は武漢と会っていたことは認めたが、潜水艦のスクリュー技術などは一切教えてないと容疑を否認。確たる証拠がなかったので結局立件することはできなかった。しかし状況証拠では日本の潜水艦機密情報が中国に流れたのは間違いないと見ている。あの時逮捕できなかったことは今でも悔いが残る。残念だと、日本にスパイ防止法が成立していれば状況証拠だけでも立件できたとね。だから結局こうやってね、この日本国内に、ね、もちろんこれね、あの原因はこの盗もうとしているこの中国のね、こいつですけども、そんなやつらとこのつるんでね、うん、日本のこの機密情報をこの流すやつが日本にも普通にいるわけですよね、うん、だからやっぱりスパイ防止法ね、反対してるやつら、うん、やっぱりこのただのこの売国奴ですよね。ね、え、こんなのさ、ね、とっ捕まえてぶち込まなきゃダメじゃんね。容疑を否認しているって、それでおしまい？いや、こんなの本当にあるんですよね。ね、映画かドラマみたいな。ね、うん。だからもう相当この元公安のね、この勝丸さん、犯人分かってて悔しかったでしょうね。うん。こういうさ、ね、ね、日本の、だって潜水艦技術なんて敵国に、ね、徳川の連中に渡ったら、もろ日本を攻めるときに使われるわけでしょ。うん。国防安保に関わるわけじゃないですか。ね、それを防ごうとどうにかしようと仕事しているこういう人たちが動きやすいようにやっぱりね、仕事しやすいようにで結果出せるようにやっぱり変えていかなきゃしょうがないのに、うん、ね、だってこの機密情報の漏洩を防止なんて、え、これ別にあの官民関係なく基本中の基本だと思うんですけどもね、うん、これ誰が反対してんのかね分かって言ってますけども、これはね、ひどすぎますよね。うん。ね、憲法改正と合わせて、ね、あるいはこっちの方が先かもしんないよね。うん。だからまあ、日本で、そう、だからもう前も僕、ね、こうなんか、適当なこの表現がね、見つからないんで分かんないですけども、ね、要はこの反日的なこの発言なり行動なりをこのね、堂々と取ってるやつらをさ、ね、なんか国家反逆罪的な内容でさ、ね、名前はもっとなんかちょっとそれらしいのに変えてもらう必要はあるかと思いますけど、なんかそういうの、ね、いや個人的にね、日本を嫌うのは別に大いに結構なんですけども、ね、それが行動に、ね、でそれがまあ反映してこの国益を毀損したりとかさ、ね、こうやって、ね、この日本のこの安全が脅かされるような、そういう結果につながる行動をしたやつは、いや、 やっぱりね、うん、やっぱ死刑とかさ、ね、終身刑とか、ね、もう極刑でもって、ね、始末できるように変えないとしょうがないと思うけどもな、うん、だから参院選の争点さ、こういう件にした方が俄然興味が湧くと思うし、ね、投票率だって上がると思うんですけどもね、な、うん、でか分かんないですけども、与野党問わず、ね、うん、政治や連中はこういうの嫌がりますよね。嫌がるというかもう普通に無視するよね。うん、けしからんやつだらけなのな日本ってね、ほんと今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。